はい、今日ね、危なく遅刻するのだったんだけどさ、ガソリンね、来れるかなと思って、ね、距離が長いからね、35キロくらい走って通勤してんだけど、距離が長いからさ、4つくらいこうあったからさ、来れるかなと思ったら、ちょうど高速の入り口の手前でさ、ピカッてついたから、これはいいとして、ガス欠じゃみっともないなと思って、で、しょうがないでね、戻ってさ、ガソリン入れて帰って、ね、来たんだけど、今、で、朝礼前にね、着いたんだけどさ、よく考えるとさ、やっぱガス、どんなにいい車乗っててもさ、ガソリンないとダメなんだよ。ね、これ会社もそうじゃん。要するに、どんなにいい会社でもさ、お金がないとさ、多分維持できないんですよ。で、どんなにね、高い利益持ってても、多分ね、無理なんですよ。経営できないわけ。でさ、たまたまね、ちょっと先週、ある方が電話がちてさ、で、一回うちでね、管理、外れちゃった人なんですよ。で、別にそれだけだったらいいんだけどさ、なんとなくこうね、嫌な感じだったから、もうしょうがないなと思ってさ、で、やったんだけど、その後いろんなことがあってさ、相談したいって言ったんだけど、お答えしました。うん、なんでかというと、うちはさ、一応ね、ね、うちの、まあ、概念みたいなのあるよね。例えばさ、弁護士とかさ、税理士の先生っているじゃん。で、うち、弁護士とか税理士ってさ、ずっとほら、顧問料払ってるわけだな。だから、要するにいろんなことで相談したりさ、で、仕事についてはちゃんと手数料払って、決算もさ、今7社やってるからね、決算やってもらったりしてる。で、それで、円満な関係ってさ、ずっと繰り返してるから、円満な関係って続くんだよね。でもさ、その時その時に何か、やっぱりさ、僕たちのね、概念と違う形でさ、手放れちゃった人たちっていうのはさ、やっぱりさ、なんとなくやっぱりそれで、じゃあ、さ、なんとかしてあげたいなと思うんだよ、気持ち的にね。だけどさ、してあげたところでどうなのっていう気持ちになっちゃうわけで、そうすると、あ、じゃあやっぱり同じようにさ、結局解決した段階でね、要するに、以前のような形になっちゃうのかなと思うと、お互いに傷つくからね。だから、よしたので、今ね、ちょうど、もう二十数年来お付き合いさせていただいてる、要するに、方のね、相続対策をやっていて、で、相続が発生しちゃったわけだ。今、小林君と僕とね、親族の方といろいろ打ち合わせしながらさ、やってるね。で、当時さ、もう、相続破産する人ですよ。要するに、土地はいっぱい持っている、ね、山みたいなものも持っている、ね。で、面積はすごくあるんだけどさ、要するに、相続税の納税ができないんですよ。で、当時、ね、試算した時に7億5000万の、ね、相続税の納税が必要になっていて、じゃあ7億5000万どうやって用意するの？だから自宅全部売ったってさ、その当時の資産だったら無理なんですよ。で、家賃収入もね、まだ、ね、1500万くらいしかなくてさ、で、結局、固定資産税も払えないの状態になっていて、結局、働いていて、その、働いたそのお金で、要するに、ね、固定資産税を納めて、で、家賃収入はもうほとんど、いろんな経費で消えていっちゃうっていうような人なんだね。で、それでさ、一応ね、もう二十数年かけてコツ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 やってきた。で、そのコツコツコツやってきて、で、多分、今回、最大で5000万くらいかな。で、少ないとね、ゼロですよ。で、それは、今これからね、我々のプロジェクトで、税理士も二人入れて、ね、我々も一緒になってさ、検討しながらね、土地の評価だとかいろいろ出しながら、いや、圧縮してるわけ。で、この人って実はうちの株主なんですよ。要するにね、僕が、要するに、前職の会社ね、突然辞めちゃった。で、一応突然辞めちゃったんだけども、僕が、この業界からね、離れることに、なっていてさ、それでもう、ね、前職の会社もね、嫌いじゃなかったから、まあ別にその、敵対的なね、辞め方じゃなかったから、辞めた時に、じゃあ、ね、前職の会社のお客さんにはね、はがき一枚出さないでくれって言われたんだよ。だから、まあ、しょうがないな。まあ、そのまんま、ね、ね、社員も残してさ、要するに、僕だけ、ね、抜けたから、じゃあ、そのまんま、その事業形態がうまくいっていけばいいんじゃないかなと思ってたの。そしたら、ね、しばらくさ、ほら、顔も見ないし、ね、新年の挨拶も来ないし、どうなってんだって言うんで、問い合わせしたら、たまたま辞めたことを知った。で、それで、自宅の住所を聞いて、自宅まで来てくれた。
で、それで、お金困ってんじゃないかと思って、お金を住んで持ってきてくれたんですよ。で、そんな人だったら仕方ないな。で、うちの方で、管理しましょうってことで、ね、前職の会社にちゃんと話をして、で、管理をうちの方で移管させてもらって、まあ、僕自身の個人の財産と、その人の財産の、要するに合算でね、要するに、賃貸の今の CF ビルマネジメントって会社を作ったわけ。で、歴史があるんですよ。で、その歴史の中で、いろいろとさ、培ってきたね、我々の能力とかいろんなものあるわけだ。で、それは、当然だけどさ、ね、我々は仕事として受けてるわけ。ね、で、あとは気持ちとして受けてるわけじゃん。で、そのさ、ことを、要するに我々ってさ、経済活動の中でね、やっぱり、その、仕事っていうのは気持ちよくしたいわけだ。で、その中で一番重要なのは、やっぱりね、なんだかんだ言ったって、ね、要するに、会社を維持するだけの、要するに、ストックとさ、要するに、会社を維持するだけの、ね、ランニングコストってかかる。でそのコストがかかることを要するに、さておき、ね、利益だけっていうことになるとそれはちょっと違うんじゃないですかってことになっちゃう。で僕はね今ねいろんな方がさ相談に来るね。で個別相談に来てくれて要するにプラチナ会員の人たちはまあ年が年中しょっちゅう来る人もいるし要するにめったに来ない人もいる。だけどさいざ来た時にやっぱりちゃんとした結論が出せるってこと。あと、ちゃんとした形で行動をとって解決する能力を持っているということ。で、それは、やっぱりね、他の会社にないんですよ。だから、当然だけども、要するに、その人たちは、要するに、うちの能力を買ってるわけじゃん。で、それはさ、じゃあ、同じさ、ね、形で、ね、その、さ、管理が安い、ね、要するに、ところで、さ、ランニングコストを下げるために、それで行動をとってんだったら、それでいいじゃないですか。だけど、その人についてる、その人の能力ってどうなのってこと。その会社の能力ってどうなのってこと。それをよく考えない人たちがさ、今いてね、それで、なんだかんだでさ、それは比較検討してもらっていいと思うんですよ。ね、だけど、いざって時に、じゃあ誰がどのようにして動いて解決できるんですかってこと。ね、で、例えば、法律行為についてだって、そんなに詳しい会社にないじゃん。ね、で、賃貸の管理ってだって、要するに、ね、管理量が薄いからさ、大した人材いないんですよ。ね。で、その大した人材いないところで、要するに質問したときのところで答えられる人いないじゃん。ね。税金関係分かる人いないでしょ。っていうところで、要するにさ、選択したときに、それはそれ、うちはうち、なわけじゃん。だから僕は、思うんだけども、ね、弁護士だって、税理士だってさ、今ね、顧問契約の多いところじゃないとなかなか食えないんですよ。で、それは何でかって言ったら、ランニングコストがあるから。うちは今ね、顧問契約とかいうのはね、まあ、法人についての一部の人たち、ね、あとは、プラチナ会員の人たち、これは管理料から手数料をいただいてる、ね、ゴールド会員の人たち、この人たちは相談をしたりなんかするのに、年間1万2000の、要するにコストをいただいてる。で、それを毎月1000円ずつね、のコストで、要するにうちの会社のランニングコストって賄ってるわけだね。で、これって僕ね、正当だと思うわけ。だから、正当なことを正当と思って事業をやってるわけ。だから逆に言うと、ちょっとお断りする人はお断りする。この間もそうだね。逆に管理をお断りした人もいます。ね、あとはね、何年かやらせていただいたんだけど、やっぱり入居者に対してね、要するに、のサービスをさ、要するに、きちっとね、できない人、それは、申し訳ないけど、うちのお客さんじゃなくなっちゃうんですよ。なんでかったら、うちは優良企業を目指してるわけ。だから、ね、入居者は優良な人をなるべく選んでいることは当たり前なんだ。でもね、オーナーさんも優良な人と付き合わないとダメなんですよ。だから、ここは、やっぱりね、我々、これからさ、もっと厳しくなると思うよ。で、税率も、税金の関係ももっと厳しくなる。ね、相続税も、ね、僕が言った通り、来年のね、要するに、税制改正には盛り込まれる。ね、あと、所得税も、要するに、上がる。ね、そうすると、富裕層の人たちとか、資産家の人たちっていうのは、じゃあ、どこでどのように、自分の資産をさ、防衛していくんですかってこと。考えたときに、やっぱりそれなりの能力のあるところじゃないと無理じゃんってこと。ね、で、世界の常識ではさ、ね、要するに、ね、成功するにはさ、ね、要するに、三つのさ、ネットワークが必要だって言ってるわけ。一つはね、弁護士。一つは税理士。で、一つは不動産の専門家なんですよ。で、弁護士は法律から自分を守ること。で、税理士は税金をね、なるべく納めないこと。ね、で、の努力をする人。まあ、日本ではそのね、両方はさ、それほど必要とされてないかもしれないし、税理士の先生が、じゃあ積極的に税金を下げてくれるかって言ったら、そうでもないわな。でもさ、不動産は確実に
その人の要するにストックを作るね、資本を作る、会社もそうね、資本を作るね、個人については資産を作るね、それに絶対必要条件なんですよ。でその絶対必要条件の中で要するに専門職っていうのが世の中にありますかってことないんだよ、うん、だからうちしかないの。だからうちはうちしかないんだから、うちを要望するお客さんと長い付き合いをすること。で、その中で要するにね、我々の能力はさ、ね、常にそこに要するに集中して要するに投下することなんですよ。ここはね、僕は非常にちょっとここ何日間で見ててさ、で、あとは今度深い要望を持ってるところもこれからどんどんできてるね。もうこの間言った静岡の人たちそうだ。で、とにかくうちに早く来てくださいって言ってくれてるわけ。で、これね、どんどん日本全国でそう言ってくれる人たちが出てきてるっていうのは何かって言ったら、今自分の周りにそういう人たちがいないってことなんですよ。だから勝ちやすい。でこれだから逆に言うと、ね、こちら側からさ、そのなんていうかな、 あんまりこうね、まあいわゆる不動産業者みたいにね、こっちから頭下げてどうこうとかね、ヘラヘラしながら、ね、仕事したりする人もないなと思ってるわけ。だから僕はちゃんとした技術を身につければこの時代では絶対勝ち残るってこと、ね、これはもう徹底してねやった方がいいね。そのためにね、やっぱ我々ちゃんとした適正利潤を、ね、維持することですよ。適正な利潤を、ね、維持しなければうちの会社は成り立たないから、ね、だからそれは要するに徐々にね、要するにストックの、ね、要するに資金と要するにストックされる人間の能力と、ね、これはやっぱり能力に見合っただけのさ、要するに所得がね取れるような仕組みをどんどんこれから作っていくしかないなと思ってるわけ。それについてはやっぱり会社の規模だけじゃないんですよ。会社の能力を高めること、ね、これ提示してもらいたいと思うね。まあ、そんなことをね、感じて、やっぱりね、ここ1週間くらい見てると、いろんな動きある。で、ここはね、なんとなく勝ち行きさのね、状況が、目の前に来てるってことね。まあ、そういうふうに思って、ね、行動してもらいたいと思うね。お願いします。以上。